の異母帝エドワード、エドマンド、エドガー、エゼルレッド、アレグザンダー一世、イーディス、メアリーの同母帝にあたる。カトリック教会の聖人。母のお気に入りだったデイビッドは兄たちと同様イングランドで育ち、ノルマン風の教育を受け、ノルマン人の青年たちと親しく交わった。1107年に、ノーサンブリア博、ハンティンドン博、ワルセオフと、 イングランド王はウィリアム一世の名ジュディスとの娘で、ヘンリー一世の、ジュ、名でもある、ハンティンドン除白モードと結婚した。この結婚で、ハンティンドンシャー、ノーサンプトンシャー、ケンブリッジシャー、ベッドフォードシャーといったイングランド中部を領有する、イングランド貴族となり、長子イシーディスが、ヘンリー一世の日ということで、イングランド王家と二重の隕石関係で結ばれた。 1112年にヘンリー一世からイングランド北部でスコットランドに近いカンブリアの長官に任命されカーライルに着任した。この地に住む反抗的なカンブリア人の服従を期待した上での任命でデイビッドはノルマン人の力を借りてカンブリアを抑えたばかりかスコットランド南西部のギャロウェイも抑えたことで兄のアレグザンダー一世にも徴用され フォース側イナン地方長官も兼ねた。イングランドスコットランド両国の王に仕えながら、政治を学ぶ日々を送ったが、1124年に兄がやお継ぎを残さずに死去したため、王位を継いだ。イングランド育ちだったことから、親イングランド政策を取り、イングランド封建制度を積極的に導入、イングランドで知り合った、ノルマン人の友人たちをスコットランドに招き、養殖につけた。 その中には、ブルース家、ベーリャル家、スチュワート家など後に王家となる家系も含まれ、彼らに土地を与え、封建的土地所有制度の確立に、尽くした。中央、地方政府の整備も進め、最高長官として、スコットランド指部長官、スコットランド大法官、スコットランド大馬を設置して、中央政府の最高責任者として、司法、行政における権限を与え、 地方行政、司法も中央政府の株機構に置かれた法務官、地方執行官に当たらせた。こうして、デイビッド一世は司法、行政などをノルマン流に改革し、王権の強化に努めた。また、ノルマン人により、岩木建築がスコットランドにもたらされた。イングランドに所領がある関係で、スコットランド王でありながら、イングランド王の風神でもあるため、 1127年にヘンリー一世の娘で自身の命にあたるマティルダへ忠誠を誓った。1135年からイングランドでスティーブンとマティルダの間に大い争いが起こるとそれに介入。1136年にマティルダ支持を宣言してイングランド領に攻め込み、カーライル、ニューカッスルを占領。第一次ダラム条約でカーライルを確保した。 1138年にスタンダードの戦いでスティーブンに敗れ、一旦はカーライル、ニューカースルを失ったものの、1139年の第二次、ダラム条約でスティーブンと和睦した結果、ノーサンバーランド、カンバーランドなどの支配権を獲得した。1149年に大井、アンリを騎士に除任したとき、ウエストモーランドも加えた3州の領有を認められ、 内乱を通じてイングランド北部を支配下に置いた。この時にイングランドより得たカーライルの貨幣鋳造所によりスコットランドで初めてコインを鋳造。これによりスコットランドでコインが流通し、かねてから土壌高統一と自由都市や市場を次々と開設したことも相まって経済が発展した。宗教政策においても市教区を整備し、 教育を通じた人材育成を図り、教会や修道院を建設するなど改革を進めたため、スコットランド国内にキリスト教が広く普及した。また、スコットランド化した古英語が共通語として通じるようになった。デイビッド一世の統治した時代、スコットランドは国家と呼ぶにふさわしい国に仕立て上げられ、 デイビッド一世は、最初の偉大な王と呼ばれることになった。1153年5月24日、カーライルで没した。息子のハンティンドン博ヘンリーに先立たれていたため、王位は、孫で、ヘンリーの二人の息子マルカム四世、ついで、ウィリアム一世の兄弟が継いだ。1 1 7 14年に、ノーサンブリア博、ハンティンドン博、ワルセオフと、 イングランド王はウィリアム一世の名ジュディスとの娘であるハンティンドン女白モードと結婚し以下の子上を設けた。ありがとうございます。